いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。本日はイベントデーです。本日のコスプレはミリタリーとなっております。気をつけてください。女の子たちはバッチリ臨戦態勢です。どの女の子とご一緒されますか？ご指名はセイラさんですね。かしこまりました。それではこちらへどうぞ。遅かったじゃない。待ちくたびれたわ。君が来るのを一日先週の思いで待ってたんだからね。お店の企画で来たのだけど、こういうのを着ると体がうずくわね。俺たち無敵の歩兵部隊、俺たち無敵の歩兵部隊。ええ、初めて聞いた瞬間脳天しびれちゃった。いい歌よね、これ。お飲み物を選んでちょうだい。ドリンク、いつものね。すぐに用意させるわ。おいしく飲みなさい。ありがとう、遠慮なくいただくわ。それだったら君と同じのをいただいていいかしら？ありがとう、いただくわね。君と飲むお酒はいつでも最高ね。乾杯。お話は楽しいから好きよ。前に話したけど、主張ができない人は男女問わずダメね。言いたいことがあるなら言いなさいって思っちゃう。あの時のは、ああ思い出した。それにヘラヘラ笑いするやつも嫌いね。あまり話したくないんだけど。いや、話さないとダメね。ちょうど日本支社の予算関連で喧嘩になったのよ。ヘラヘラ笑って言うべきことは言わない。何も考えてなかったのよ。おかげでその日に決めたかったことが何一つ決まらなかったわ。とはいえ、それを君に言うべきではなかったわ。ごめんなさい。君のそういうところは本当に素敵だと思うわ。私も君と友達になれてよかったと思うもの。
はい、それじゃあ今のでオーダーするわね。ええ、それなら新しいボロを用意するわね。ちょっと待ってなさい、すぐに用意するわ。これ美味しいわよ。気が利くじゃない。それじゃあいただくわね。それなら君と同じのがいいわ。ありがとう、気が利くじゃない。乗ってこないなんてずるいじゃない。ちょっと気分転換に遊ばない？何かしたい遊びはあるかしら。お酒のお供にいいわね。それじゃあやってみましょうか。やあ、さすがね。終了。きれいにできたじゃない、最高の出来よ。欲しいけど、どうしよう。嬉しいわ、君とまだいれるのね。本当は返したくなかったんだから。さあ、もっとお話ししましょう。仕事の手伝いをお願いするわね。ああ、でもどうだろう、仕事の手伝いよりもその逆かも。私ね、いつも一人で頑張ろうってやってきたのよ。だからその逆に手伝うんじゃなくて手を引いてくれる人がいいのかもね。気持ちわかるけど、私の仕事をほとんど知らないでしょ。でも将来的にだったらお願いしたいわ。そういえば、今日師匠たちからすごく質問されたのよ。私たちの関係は一体何なんだって。悩まないでよ、私のエルバイザーでサムライマスター、それでいいじゃない。お帰りなの？本当に残念だわ。君
から次来てくれる日を待ってるわ。仕事の方もかなり進んだわ。ありがとね。仕事の話もそうだけど、いろいろなお話をしましょうね。ええ、気をつけて帰りなさい。